あ、そう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 。一体何をジャッジされてるか分からない。キュンスト。皆さんこんにちは、ヒューマンアカデミー声優専攻の長谷川春菜です。そして大和です。あ、大和さんです。そして、はい、ヒューマンアカデミー新宿校で、講師やってます森下文乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいよいよ、いやいや来ましたね。オーディション当日ですけど、はいはい、今始まる前ですけど。そうですね、はい、私は緊張してます。緊張する？初めてですもん。あ、こっち側が。なるほど、まあ、受ける側はあってもね。そうですね、はい、どういう風に演じてくるのかとか、うん、どういう方が来るのかなっていうのをすごい楽しみに私はしてます。確かに。ヒュースト。オーディションの原稿も、あ、はい、ちょっと考えましたね。ちょっと難しかったかなと思って、はい、想像力を重視した言葉遣いというか、うん、に設定にしているので、はい、誰が見てもこうだっていう感じにはならないと思うので。ならないと思います。どっち行くか楽しみ。台本もね、はい、あの今日初めて多分学生たちは当日見るから、ね、一番時間に一番なの一番です。え、当日の方が好きなんだけど。見る側じゃないですか。あ、まあ今はね。でもやる側も俺当日が好き好き、全然好き。そうなんですか。だって考えすぎなくて良い。確かに。パッともらって、まあ、一緒だから、あ、覚えていった方がいいのかなとか。確かにそれはありますね。あります。張り切りすぎて、なんかこう全部フォンって台本捨ててやるぜってなるけど、途中でしくじるパターンあるじゃない、はい、あんまあ、そうなりたくないからみたいなね。緊張しいが、はい、なんかここ来るまでは何も思ってなかった。朝ごはんも全然食べれたし。あ、なるほど。でもいざ打ち合わせをして、オーディション用紙を見るの私初めてで、はいはい、あーね、いや、こういう風に資格とか、まあ、自己 PR も書いてきてくださって、うんうんうん、書くの大変だからね。そうですよね。結構いろいろヒューマンのね、原稿もあるんですけど、オーディション用紙が、はい、それに全部記入してもらって、いや、実際その写真で見るのと、はい、実際に会った感じだと全然違うじゃないですか、うん、確かに。楽しみすぎてね。どっちに転ぶんですかね。いや本当にこんな子かなって想像したら、こうね、覆ったら覆ったら面白いし、そうそうそう、想像通りだったらちょっとなってなるし、そうそうそう、ニヤニヤしてるねずっとニヤニヤしてる。表情筋すっごい緩いです基本メインはね、あのお二人に見ていただく形なんですけど、最終的な判断は、はい、あのヒューマンアカデミーとしてちゃんと立ち寄しますので、はい、おそらく、まあ、僕なのかな。批判がある方は全部山本さんに、はい、ぜひ言わせないんです。そんなだいたい皆さんにやっていただくのは、自己 PR して自分のアピールしてもらうのと、うん、プラス、あの平田先生が作ってくれた、課題と、はい、の読みがあって、それを基本的に見て判断をするんですけど、もうちょっと聞きたいとかね、あれば、はい、あの森田先生からこう、はい、やってみてとか、あ、長谷川さんからも、そうそうそう、ね、興味あることあったら、好きな食べ物がある、あ、そう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 一体何をジャッジされてるか分からない。でもそれでいいんじゃないですか。だからその自然な感じでね、いろんな人柄だったりとか、うん、ね、分かると思う。そうですね、はい、自己 PR すごい、どういうことをするんですかね。受けを狙う人もいるだろうし、そうですよね、一発芸じゃないけど、はい、なんか特技ある人もあるだろうし、評価のポイントが どういう基準でね、こう決めるかって、作品がやっぱ今回はもう分かってるので、うん、そこにまあ合わせてくるかどうかっていうのと、うん、あとはもう森坂先生も、ね、イメージがおそらくあると思うので、はいはい、その雰囲気ね、明るく元気っていうことも大事だけど、抑えた感じのいい感じの人もいるじゃない、はい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 、なんかね、うん、その人柄の雰囲気と、まあ、俳優さんだったり声優さんだったり、うん、まあ、あと、まあ、ヒューマンの学生さんですので、はい、みんなが若々しくて、うん、今しかできないことを発揮できる可能性のある子がいいなと思いますね、はい、いよいよ本当に始まるということで、うん、楽しんで私も、はい、ですね、はい、したいなと思います、はい、ということで、この動画が良かったと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またね、楽しみにします。頑張ります。